はい、こんにちは、吉田です。現在いますのは JR 大宮駅です。今回は東北新幹線に乗車し、福島県は福島駅まで移動していきます。途中で停車や通過をする駅の様子も撮影し、大宮から福島までの変わりゆく景色を楽しめる動画になっていますので、最後までぜひ見ていってください。それでは早速乗っていきましょう。在来線の改札を通過しまして、新幹線改札前にやってきました。今回乗車しますのは10時25分発やまびこ133号仙台行き、翼133号山形新庄行きと連結しての運行となります。新幹線改札を通過し、ニューデイズで缶ビールを1本調達し、ホームに向かいます。下り線のホームまでやってきまして、隣のホームでは北陸新幹線輝き金沢行きが到着。 E7 系新幹線、何度見てもかっこいいですね。東北新幹線側のホームでは間もなく乗車予定のやまびこが到着します。目的地の福島までの停車駅は宇都宮と郡山です。福島に停車した後は翼号との切り離しをした後、終点仙台に停車していきます。翼号は福島で切り離しの後、米沢、赤湯、上の山温泉、山形、天童、さくらんぼ東根、村山、大石田、終点新庄の順に停車をしていきます。乗車する新幹線がやってきました。山形方面に向かう翼号 E3 系の車両を先頭に、後ろにはやまびこ号が連結しており、 E2 系の車両です。早速乗車しまして、大宮を出発します。出発のシーンを撮り終え、指定をしていました窓側の A 席に座ろうとしていましたが、同じ列の B 席、C 席には楽しそうに会話をしながら車窓を楽しむご夫婦がいらっしゃいました。こんな底辺 YouTuber が窓側でガチャガチャやっていてご迷惑をかけるわけにはいきませんので、今回はデッキに立って左右両方の景色を楽しみながら福島まで向かうことにします。新幹線は大宮を出て埼玉の住宅地を横目に進んでいきます。一瞬見えましたホームは埼玉新都市交通の駅となり、一部区間では新幹線と並走しています。高速で移動する新幹線は景色が急に変わったり、その土地ならではの風景に出会うことができますので、ぼんやりと景色を眺めるだけでもとても楽しい時間になるかと思います。新幹線は JR 線と東武線が停車をする久喜駅付近を走行しています。この辺りを過ぎますと住宅地だけではなく畑や田んぼなども見えてくるようになります。そして栗橋駅付近では東武鉄道の車両基地を見ることができます。関東地方最大の川である利根川を渡り、一瞬だけ茨城県に足を踏み入れ、その後すぐ栃木県に入ります。新幹線は小山駅を通過します。小山駅は在来線で水戸線、両毛線の起点駅となっており、隣の茨城県と群馬県をつないでいる駅です。席に座っているとなかなか身動きが取れませんが、デッキは開放的で左右両方の景色を楽しむことができます。田園風景から少しずつ住宅地や会社が見えるようになってきますと、間もなく停車駅の宇都宮です。宇都宮駅に到着しました。向かいのホームでは山形方面から来ました E3 系の新幹線が停車しています。現在乗車しているやまびこ号は小町号、はやぶさ号の通過待ちのためしばらく停車します。そして新幹線は宇都宮を出発、次の停車駅は福島県に入りまして郡山です。宇都宮は北関東最大の都市と言われますが、繁華街は東武宇都宮駅周辺にあるため、JR の駅前は少し落ち着いた様子となっています。宇都宮を出まして、ここから開けていきますビールですが、丸くなるな、星になれで大人気の札幌ビールをいただきます。年末が近づき、箱根駅伝がいよいよとなってくると、札幌ビール飲みたくなるんですよね。では、いただきます。視聴者の皆様、乾杯。
いやー、今日もビールが美味しい。新幹線は山あいの景色を横目に進んでいきます。そして通過をしますのは那須塩原です。那須塩原のすぐ先には新幹線車両基地があります。現在は停車している新幹線はないようです。引き続きお酒を飲みながら景色を眺めます。新幹線は間もなく栃木県を抜け福島県に入ります。県境越えのためトンネルの通過が増えていきます。トンネルをいくつか抜けまして福島県に入り新白川を通過します。新白川は福島県白河市に隣接する西郷村にある駅で、国内唯一の村にある新幹線停車駅となっています。まもなく大木山水分線バスケットコースバスケット回線は、そして停車駅の郡山に到着です。向かいには東京方面に向かう東北新幹線那須の号が停車をしています。郡山市は福島県内ではいわき市に次ぐ人口の多い地域です。なお県庁所在地である福島市は県内3番目の人口の多さですが、県庁所在地の人口が県内で1番でも2番でもないというのは大変珍しい地域性かと思います。新幹線は郡山を出まして、次の停車駅は今回の目的地福島です。郡山福島間は通過駅もなく、変わりゆく景色を楽しみながら進んでいきます。駅の近くは住宅が多いですが、少し離れるとのどかな田園風景が広がり、ところどころでトンネルも通過していきます。新幹線は速度を落としまして、阿武隈川に流れ着く荒川を渡り、日本百名山に数えられる安達太良山を眺めながら福島駅に到着です。福島駅では山形新幹線との車両の切り離しが行われます。福島駅新幹線ホームの発車メロディーは夏の高校野球のテーマ曲である栄冠は君に輝くです。この曲を作曲した古関裕二氏が福島市出身ということから使用をされているそうです。改札を出まして新幹線の旅はここまでです。今回は大宮から福島まで景色を楽しみながら移動をしてきました。移り変わる各地域の風景を一緒に楽しんでいただけましたら嬉しい限りです。引き続き全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。